アメリカ、トランプ大統領がツイッターで WTO についてつぶやいた一言が世界を揺るがしています。こんばんは、世界の瓦版のエドワードです。いやー、トランプさん本当にすごい。ファーウェイの禁輸措置が解除になるかと思ってたら、今度は WTO を利用して中国に貿易戦争を仕掛けてきました。これはアメリカはものすごく良い周到に計算し仕掛けてきた戦いです。27日付のブルームバーグはこう報じています。トランプ米大統領は26日、米国が発展途上国と考えていない国が世界貿易機関で途上国として扱いを受けているのは不公平だとして、ライトハイザー米通商代表部代表に対し WTO に見直しを迫るよう取り組みを指示した。トランプ大統領はライトハイザー代表に宛てた文書で中国に言及し、発展途上国とする中国の申告を米国は決して受け入れていないし、事実上全ての現在の経済指標は中国の主張が誤りであることを示していると指摘した。米中貿易摩擦に新たな動きが加わった形だ。ライトハイザー代表は29日、米中貿易協議のため中国に向かう予定。アメリカンエンタープライズ研究所の中国専門家デレク・シザーズ氏は、米国の今回の動きが中国の考えを変えさせる効果はほとんどないだろうとの見方を示した。前回の動画でもご紹介しましたが、 WTO では発展途上国の定義は定めておらず自己申告制。中国は世界2位の経済大国でありながら1人当たりの GDP は少ないからと発展途上国として申告し、うまい汁を吸い続けています。中国との取引で膨大な貿易赤字を抱えるアメリカとしては許せる話ではありません。習近平が素直に応じるとは思えませんが、90日以内にルールの見直しをしなければ独自に途上国扱いをやめると言っており、完全に WTO のルールを無視、事実上の WTO 潰しと言って良いでしょう。中国が取れる対策は大まかに4つほどあります。1つ、無視して貿易戦争へ突入。2つ、途上国扱いを卒業して降参。3つ、上級委員会に訴える。4つ、ルールを変更する。しかし上級委員会は機能不全に陥っているので訴えても意味はないんです。 WTO の上級委員は7人の定員から3人を選んで審理を行うんですが、アメリカが任命を拒んでいるので現在は3人のみ。そしてそのうちの2人の任期は今年12月で切れちゃうんです。つまり中国が訴えても裁く人がいないので解決にならないんです。いやー、このタイミングでこのカード、トランプさんほんとすごいよね。ブレーンがいるんだろうけどうますぎるよ。米中協議直前でのこの話、韓国も発展途上国として申告しているらしいけど、一番貿易赤字が大きいのは中国だから、まあ韓国は「あ、お前もいたか」って感じじゃないかな。中国自らが途上国卒業するのは考えづらく、ルールを変更するのがベストでしょう。しかしメンツが重要な中国だけに、トランプさんの言う通りにすれば習近平さんの顔は丸つぶれ。一難去ってまた一難、週明けの株価や為替がどう動くか楽しみです。ということで本日はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。いいねボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。